ブロです。デです。はい、なんか元気ないっすね。まさか今日何月何日か興奮して休みしよう。何月何日、ね、それは関係なく今日は元気がない。え、それ関係あるじゃないの。いつもなら男子校だぞ。男子校ですよね、はい、男子校だぞ。求めちゃダメだよ、ね、俺はそれ、そんなものを求めてる。男子校で求めてる。求めねえ実はね。はすいませんでした。というわけで、今回バレンタインデーだけど俺たちにチョコはないぜっていうことで、はいはい、今回何を持ってきたの君、うん、なんかかっこいいね、すごい、うん、これスタイバー流のやつかな。スタイバー流なんだけど、うん、今年のトレンドですから、ね、今年のトレンドこれ確かね、うん、オーバーツ、オーバーツ、今手札見てね。最初はグー、ジャンプのポン、あ、次に俺ボルカンだよね、うん、俺の先行はヒット、ドロあ、ちょっと待って、ヒットこれ何、デスカットをさりげなくやってくれてるの。3ステ、1ステ、エンドドロー絶対。おい。ちょっとやばいぞこれ。やばいね。まずいぞ。ね、テフラのフリースタイルボーンの効果で上昇か。はい。中昇か。オーバーレ。上昇か。はい。はい。はい、中昇。苦肉の策って感じだな。それしかできないぐらいのレベル。うん、これくらいでやるの。ドロー。ちょっと待って、俺もさ、同じような感じなんだよ。ちょっと待って、ランク1が欲しいと思ったのは。エンドドロー。リフだ、ボコボコ。もうないな、もうエンド。ドロー。これなんて、まずミニチュアもすんじゃない。ドロー。めっちゃグナっとるよこの状況。ドロー。待って、エンドで。ドロー。エンド。ドロー。やっとアホ来た。召喚、何かありますか。いつもお前その戦法好きだな。よく魔法切るまで待ったりとかしないわけよお前。じゃあ魔法切っていい。いや待て待て待て、待て、まずって向こう忘れちゃった。まあまあ儲けだっちゃ儲けたんだけど、はい、この何野ざらしの800っすか。どうしようね。てかもうさ、これさ、ボルガニックカウンター使わさざるを得なくなったから発動いつかなんかある。うん、うん、はい、じゃあ全枚100したい。フレンジャーの魔力だからアタック500以下の炎と共にやつを捨てて破壊する。はい、まあね、ゼンマイは破壊されないという能力持ってるんだよね。はい、じゃあこいつの能力いいっすか。はい、自分のアイポイントを500ポイント払うとデッキから同じ名前のカードを持ってこれます。要するんで、まあね、持ってきてやろう。ボルカニックバレット、じゃあもう一回発動、うん、これ回数制限ないからね。はい、でもう一回発動、うん、爆笑と切って破壊で、爆笑と墓地行くと500ダメージ与えるので、お互いにまだ500続いてもダメージ早くもデスティニードロー。で、まあこいつが欲がただのおざらしなので感謝します。デスティニードロー。何これ本気で言ってる。本気で言ってるよ。で、何も言ってないんだよ。神は言っている。何 T は死んだと。あれ死んだの。実際手札に重さいるとかアステカもすごい。いるんだけどさ、バリオンのアステカもすごいね。ギター殴るの殴るのに結局どっちなの。じゃあ殴っとく。ます700。じゃあ墓地のカウンター能力いいっすか。うん、紹介して700返す。じゃあお互いまた700。ミラーゲームじゃねえか。欲しいんだよもう。おるどーん。と待ってくれよ。本当に本当待てってよ。欲しいんだよ。この兵召喚、はい、墓地4体いないっていうね。バトルアタック200、こっちが増してるんで、攻撃力が。シャッ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 。ターン終了って言ってやろうかな。ドロー。出てきたよ、一番嫌なの。召喚時能力が使う。使うね。どうぞ。じゃあ、ゴーシャ。ゴーシャ。ここはゴールデンシャドロイです。カットするまだ。うん、ちょっとわかんない。わかんない。で。で。うん、死なかったね。はい。死なかったね。さまなかった。アイダブで、じゃあこれでティンキンイーディプシーオーパースタビー通すとね、ラーラーオーパースタビー通すと、こういう通すか通さないかってところでね、受けると900もげんだよな。はいはい、どうぞ。受けると受けとか900ぐらい受けてやるよ。俺のライフポイントね、900ぐらいなんて受けてね。え、おお、え、おどうしますか。じゃあ裏しぶしね。あれとー、はい、変だ。で、メインツなんかしたりしないの。あ、メインツね、
エクシルしようと思ったんだけどね。フォークビュークなりフォークなりいるけど。いるけどさ、結構キュークでいいな。終わり。それどんな能力だ。ちょっと待って。お前フォークは覚えてねえのかよ。終わりユニットを取ると、相手の攻撃力をモンスター1体ゼロにできる。で、それ相手のターンだ。誘発即時だと。負けないね。でね、うん、こいつはリード上のオーファーとリースと攻撃力が変わってるモンスターを破壊できるって。これ自身でもいいの？リースとオーファーとは。それ書いてない。それ書いてない。あ、じゃあ自身でもいい。多分どうですか。うん、どうろう。これワンチャン、ツーチャン来たんじゃない？フォークヒュークなどのやつが美味しいの召喚していいですか。ダメです。マジか、ちょっと嘘でしょ。そうだよ、まさかこのやつそんな何爆弾持ってたな、お前。そうなんです。ちょっと予想外、ちょっと余裕のっぽいか、俺が場がおかしい。28あんだろ、うん、死んでしょ、俺これ今度どうもペイッ。なるほど、ペイ微妙だな。殴ってくれていいですか。いや、殴るしかないじゃん。28でエンドだよ。切らないんですよ。ケット通常召喚しですか。ダメです。マジかよ、どんだけそんな手のカード積んでんの。ターン終了。ドロー。何そのチート的な感じのカード。じゃあ僕今回死んでください。大きい、うん、召喚したいな。おい、ざまみやがれ。そんなでけえモンスター出すからいけねえんだよ。じゃあいいよ、エンド。残りお前1800ね。お前は3100ポイントですね。ドロー。召喚なんかありますか。はいね、敵の中からブレイズキャノンを持ってくるんだけど、首振り振りしよう。あー、どうしよう。オーバーレイ組むに組めないけど、組まないとどうしようもないんで組むしかない。ヘルフリームゴースト。ヘルフリームゴースト能力、素材取り除いてまずパワーを500あります。で、2500以上のこのモンスターが破壊されると、お互いの墓地から合計3枚のモンスターカードかな、墓地から合計3枚のモンスターカードを除外します。うん、ターン終了かな。ドロー。そう、じゃあ冒険。はい、冒険。このターン特殊がしてこない。冒険と幽閉とネブラ。あ、もう幽閉ね、ネブラティスカがいらねえって。で、じゃあ2やらすね。下がる。ゼロ。はい、じゃあ攻撃サンダーブレイク。はい、赤い。よし、じゃあ、まあ、次のターンは戻るよ、ね、パワー、うん、まあしょうがないけど次の戻るパワー戻る戻る。じゃあ、はい、どうしようかな。エンド。ネストフラグ立てたので一応。え、何こいつオネストに言ってんのだろう。え、何かそう、うん、これを手札に加えたいんだけど、いいよ。ですか。ここで加えるとちょっとあれだから、こっち加えるよね。うん、でもバビロンがあると展開されるからバビロン持ってきた、はい、で、それはおそらく人員兵だから多分メイビー人員兵だから、これセットしといてエンド使うんじゃない。ドローバビロン。マジ持ってなー。どうし、どうぞ。じゃあバビロン、はい、こいつ除外して。あ、分かった。で、同じレベルの、はい、あ、それだもん。ネブラディスクション。眠りでもいいかもしれない。眠りだと光だから、あ、あの、あのモンスター。これはこれでいい。え、何？え、読んでいくの？よ、よ、はい。トン、はい。トン、グッ、トン、ゼロ、トン。でも、チェーンで、後半の方に死亡に負担をする。あ、そう。はい。やった。じゃあ、ね、どうぞ。そして、普通、ダメージ。なんでこれ引いた今。ドロー。はい、まあ、エトボしようか。エトボしようか。はい、そうでしょうか。いや、ダメだよ。ダメじゃん。ダメだよ。ダメだよ。よく考えたらダメだよ。ダメだよ。よく考えたらダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。じゃあ、こっち移しようか。はい、一やけど、得しようか。はい、ラピュタ。ラピュタ、こう、2人しか見えて。よし、なんで最初さっきこれやなかったの。軽い地図くれないはずを、はい、自分の場の炎属性モンスターをリリースします、はい、素
そのモンスターのもともとの攻撃力のダメージを相手だけに与えます。あ、死んだ。マナイル1800。さっきからこれずっと待ってたんだよ。やれよやれよ。負けしてんだ。はい、どうぞ、負けしてんだ、どうぞ。はい。さっきよりマシかな。もうちょっと手札引いた方がいいかも。どうぞ、早くしろよ。お前のターンだぞ。わぁ、すごーい。すごーい、すごーい。ドロー。わぁ、すごーい。事故ってる。事故ってるまた事故ってんか。本気か。本気と書いてマジ。マジスカ学園。本気のペラとか、本気のカニと書いてマジのカニとか。デブラ、まあ、旅闘争来ただけまだマシでしょ。能力はどんどん使う。敵の中からオパーツのついたカードを手札に置きます。能力を加える。頭、胴体、ロケット。なんか多分正面の人に加えられないですか。まあ豪車で豪車っぽい。おえマナチャージ。マナチャージか。正直でめちゃくちゃ怖いこれ。どれからスタートすれば一番安全なの。冒険。これ文句ある。いや、ないです。それないか。どれでもいいよ。持ち回しなくてもいいんだけど。で、こう、うん、で、どうしよう。もうちょっと寒いかもしれない。召喚、うん、能力、うん、横になる、うん、オッケー、うん、能力、うん、コストこれ、なんかある、うん、触んねえよ、もうデッキだっていうか、今回使えねえじゃん、そもそも思ったんだけど。え、でも出したこれ出したくないんだけど。いいじゃん、もういいじゃん、もう諦めないよ、みたいな感じでやめてもらえる。だってさ、それやったってことはそれ以外にやることがないんでしょ。めっちゃけなで、合計打ってからこれ出すって、これ違ってんだろ。まあ、ぶっちゃけこれ完成するもんだけどさ。ドロー絶対横になってるからね、これ。でも少なからず豪車だけぐらいに入ってるって時点でマシマックの意義とかプレアレスが約束されてるって恐ろしい時代。あ、そっか。そうなんだよ。そっか、プレアレスが出てくるんだよ。今思い出した、プレアレスいるんだけど。おまれい、バイバイ。ちょっと待って、そんな強かったっけ。おまれない、なんか嫌な感じの匂いになる。なんこれ、なんかあった。まあ、頭だろう。オニアスとあると見せかけのプリンかもしれないけど。